このもんやなって感じやな。なんて書いとった？お前読めんかった。お願いです、どうかもう危ないことはしないで。他のことならどんなことでもお力になります。だから、はあ、わかりました。よくわかりましたよ、トリニティ・グラスフィールさん。では、え、あなたは、チナ、おい、プラチナ、プラチナ、起きろ。なんだよ、気持ちよく寝てたのにさ。休憩は終わりにゃす。あれを見るにゃす。うわ、でっけえ、なんだあいつ。声が大きい。そう、そうだよ、ルナ、気づかれちゃったら。うっさ、そん時ルナがギタギタに倒してやるよ。この辺りでいいか。ここから先は隠れる場所もない。そろそろ出てきてはどうか。気づかれていたにゃすか。さす、おい、こら、でっかいの、やろうってんならこのルーナ様が相手になってやるぞ。ちょっとルーナ、やめなよ。ん？その子供、妙だ。あん、妙とはなんだ、失礼なやつだな。ルーナとセナをバカにすると許さないぞ、この赤だるま。な、ルーナ、だるまはもともと赤いよ。そっか。プラチナ、ここは私に任せ。第七機関の赤鬼にゃすね。私、儀礼は詫びるにゃす。ただ。ではなぜつけた？目的地が同じようだったから、第七機関の動向が気になったのにゃす。私は、あの町？よかったら、家具土まで。何？到着するまでは、なるべく目立った行動を取りたくないのにゃす。道中人や魔物と遭遇した代わりに、家具土へ入る家家族の通路を案内するにゃす。どうする、ここらへ。関わるなと言いたいところだが、家家族の道案内は少々魅力的だな。了解した。助かるにゃす。こちらとしても、女子供をこんな場所に放り出していくのは後味が悪いからな。よし、じゃあよろしく頼んだぞ、赤だるま。行こうか。私が同行できるのはここまでだ。ケチくさいな。どうせなら美味しいもんくらい食べさせてよ。すまんな。どのみち私は人間の子供が好むような店を知らん。ここまでありがとうにゃす。いや、こちらこそ。では失礼する。さて、どうするにゃす。こっからはルナたちだけで大丈夫だ。ちょっと人探しするだけだし。僕たちだけで？うん、大丈夫って言ったら大丈夫。
らった。え？そん知るかそんなこと。もうしょっ。ルナ誰か。ああってなんだこいつ。ぐちゃぐちゃの匂う匂う。何？おいお前全然意味わかんないぞ。ノイズ。我れ、あれ、我れ、知っている。ルナ。くわ、そ、ちょい、や、え。あのローブかぶったままでこの格好やったらまずい。The will of fate is turning. Rebel one. Action. Counter.あ、君何やってるか分かるのか。さあ、くらいくらい。ごはんごはんごはん。カウンターゲームスタート。次何来るか分かったんや。へへんだ、ざまみろ。ルナ様に歯向かってただで済むと。ほら見ただろ、セナ。別に誰かに助けてなんかもらわなくても。あ、大丈夫だって。歩けばどっかには着くんだから。不安だな。ルナに任せとけって。任せたから大変。何してもお腹すいた。くそ、あのくそうかな。そうだ、どうなったら余計にお腹すいたの。セナ、はい、あいつバカ忘れたのか。あれはどう見てもラグナザブラッドエッジだ。またダメだ。うん、僕たち才能そう盛大に落ち込むな。お前たちが術式の。それでも悔しいもんは悔しいの。失敗すると十兵衛様には。そらすまなかったな。ほらまた。これ本当に僕たち。アークエネミー雷言無調理。確かに今のお前たちはこいつを使いこなせているとはお世辞にも言えん。アークエネミーは使い手を選ぶ。そしてお前たちは、なあ、術式なんて得て増えてがあるもんだ。気にしなくていい。俺の前の弟子なんて救いようがないほど出来が悪くてな。僕たちより下手なんていうやつなんだ、そのダメ弟子は。ああ、ラグナだ。ラグナザ・ブラッドエッジ。出来が悪くて手がかかるくせに言うことだけは一人。十兵衛様に反抗的なんて。そうだぞ、そりゃもうどうしようもないバカだ。だが、いいやつだ。弟と妹がいたせいか、あいつは子供に弱いからな。
なんだかんだで仲良くなれるんじゃないか。十兵衛様。ついてきた。十兵衛様に嬉しそうに話されやがった。あの人がラグナザブラ決めた。あいつにご飯をおごらせよ。おごらせる。んなの決まってんだろ。ルーナはもうお腹ペコペコ。来た。分かってる。うわ、なんだ。お腹がすきました。うおはわったわったよ。悪かった俺の負けだ。飯ぐらいおごってやるよ畜生。あーくそ、なんでこうなんだよ。誰だこんなくだらねえ知恵こいつらにつけたやつは。だって食いすぎだろうが、どうすんだよ感情。なのルナの知ったことか。大人なんだから自分で何とかしろバーガ。だと？ねえ、生き倒れてたところを助けてやったってのに、オンってもんはねえのかよ。バカにバカって言って何が悪いんだハゲ。誰がハゲだ。お前だハゲ。グズノロマ変態ツンツンアダムのロリコン野郎。ロリコ。さてご飯も食べたし行こう。ごちそうさまです。ラグナさん、ちょ待て待て待て。ルナはお前と違って忙しいんだよ。話せ変態。変態じゃねえ。つかでも感情に協力し死ねロリコン。うほーバーカバーカ、二度とルナたちの前に現れんな。ぎっくち黒いテイン、俺は死神ラグナザ・ブラッドエッジだ。死にたくなかったらここの支払いを。お客さん、バカ言っちゃいけない。ある、町中に貼られている手配書を。しあ、あの手配書は統制機構。つまり金がない。いや、だからあの、この人、洗い場に連れてってほしい。ある。あ、ちょ、ま、調理場でインフェルノディバイダーするぞ。よかったのかな。いいに決まってんだろ。あんなやつああいう目にあってと。十兵衛様のお使いを済ませないとな。あ、十兵衛様が。もしかしてルーナたちが心配で来た。お使いはまだだけど。よし。そうか、強情。いえ、とんでもない。むしろ大変お世話になったのに、今では私が迷惑をかける。だがまあ元気にしてるようでよかった。お会いにはならないのですか。あまり良好な感想。でも私そう面と向かって言われると。美人だな。おいセナ、誰だあのおっぱいお化け。知らないよ。ルナたちは言いつけのために十兵衛様に会えないのも我慢してるのに、あんなおっぱいとニコニコしながら話してるなんて。そりゃそうだろう。お前たち、おっぱいお化けってもしかして私のこと。おっぱいしっぽ当たっとる。そうだ、おっぱいお化け。無理、ゆうべ様を誘惑して騙そうったってそうはいかないんだから。ちょっと待って、
誘惑って。そうだよルナ、いくらなんでもいきなり。うるさい、何度無用だおっぱいお化け。The will fate is turning. Rebel one, action. Counter. 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 やめんか。ああ、だって。おい泣くな。だって十兵衛様が知らないお前とイチャイチャしてるから。イチャイチャ。おい、いくらなんでも誤解がす。ねえルナ、十兵衛。そう、誤解だ。俺は何も不死だらな思いで彼女と会っていたわけではない。ちょっとはそうだけどね。じゃあなんでって。あ、つまり何と説明したものか。それじゃわかんない。なんでそれでニコニコ嬉しそうにしてたんだよ。それにそれは見られた時の話題が悪かったという。おい、こんな往来でそんなことを大声で言うな。困ったな。プラチナさん、それともルナさんと呼んだ方がいいのかしら。でけえ。はじめまして、私は第一フェイリンというの。ここで医者をやっているわ。ルナから。あら、もう一人いるのね。驚く。ジューベイ様はね、ここへ大事な用事があって寄ってくださったの。ジューベイ様は私が前に働いていたところでお世話になっていた人のお友達なの。さっきはその人の秘密のお話をしていたのよ。だからね、あなただって自分の大事な秘密を知らない場所で知らない人にバラされてしまったら嫌でしょ。ジューベイ様は人の秘密を簡単にバラしてしまうような人かしら。そんなことない。ジューベイ様は優しくてリリスクで世界一かっこいいんだぞ。そうでしょ。だからあなたにも言えなかったのよ。でも嘘もつきたくなが。ええ、もちろん。もう一人の子のことも、ジューベイ様のことが大好きなら信じてあげなくちゃ、うん、ほら涙拭いて。あなたたちこんなに可愛らしい顔をしてるのにうつむいていたらもったいないわ。ごめんなさい、十兵衛様。ごめんなさい。怒るものか。俺こそおっぱいおばライチ、ごめんなさい。ごめんなさいでした。いいのよ、分かってくれたんだもの。でもやっぱり
責任は感じないで。ライチは優しいね。ありがとう。あなたたち。いや、だから俺には子育てができんのだ。改めて、プラチナ。十兵衛様の頼みだからね。でも、どうして十…俺はちょっと野暮用があってな。ライチと悪いんだが、引き続き、しし…わかった。ルナたちに…あら、バングさんを探している…知っているのか。ええ、時々病院に来るから。彼ならいつもは浪人街にいるわよ。浪人街…そこに行けばいいんだな。ライチ、教えてくれてありがとう。いいえ、どういたします。それじゃ、行ってきます。行ってきます。バングさんに何かご用…あ、彼が…いや、彼の持つ力が事態を好転させるかもしれんのだ。パングや、謝んでもいいだろう。めちゃくちゃ言おるけど。ここが浪人街か。獅子神バングさんって声が大きくてとにかく目立つ。そうだ、あと背中にもしかしてさ、なんと熱い気持ちの持ち主であろうか。あれだな、あれだね。よし、近づいてみ。だがカルル殿、無茶は禁物でござる。そんなに心配しないでください。何も七に赴こうってわけじゃないんですから。それもそうか。誰かと話してるね。子供っていうか、その後ろにいる。あれ、あんまり近づきたくないな。あ、ルナ。よし、行こう。なんなんだ。ルナ。などにおい。なんだここ。さっきの暑苦しい人、さあどこ行ったんだよ、獅子神バング。ああ、そういえばさ、ある。とにかくカグツチって町で獅子神バング。そういうことだ。で、見つけたらどうする。会って話しかける。何を。そうすればわかる。向こうは…いや、知らんはずだ。って、十兵衛様は言ってたけど…そうな、でも十…ほう…これは…珍しいもの…一つの器に二つの魂。いや、お前、何者だ。ルナ、まずいよ。私の名が知りたいのか。私はレリウス・クローバーだ。レリウス・クローバー。いった。なんだ今の。お前何した。ほう、それはアークエネミーか。しかし有望。いや、今日それに微弱だが魔力を感じる。お前何言ってんだ。何ルナだ、このヘチクレ。セナ。違う。だから何言ってんだよお前。やはり安定しているとは言い難いようだ。さっきの人形
the well-fated taunting. Rebel 1, action! データが取れた。くそ、逃げて。今誰かの声が。うん、聞こえた。無理に戦おうとしてはダメ。すぐに逃げて。逃げろって言われた。イグニス、どうしよう。ルナにだってわかんないよ。待て、そこまででござる。お前シシガミバング、いかにも愛と正義の燃える勇士シシガミバングでござる。お主はずっと拙者の後を追ってきていた。なんでござるな。は、拙者が来たからにはもう安心でござる。悪しき気配を察してやってきてみるな。大の大人が幼子を襲っているなど下道の所業。拙者の目の黒い字はこのような悪行を見逃すわけにはいかんでござる。お主、聞いておるか。すまぬ、くそ。なぬ、いや、そのこと。まだ完全ではないよ。逃げてください、バグさん。また意識が飛んだぞ。気持ち悪い。これ。何やら面妙な気が。ここは何かが変でござる。お主たち、急いで逃げるで。逃がすつもりはない。面白いものがこれだけ揃っている。ずらほう、ここは引き受ける。引け。今のうちでござる。いや、私が引こう。さすがにこの状況では分が悪い。無駄は嫌いだ。今は見るだけ。行くぞ、イグニス。行ったでござるか。もうダメです。お、どうしたでござるか。しっかり、しっかりするでござるよ。大丈夫です。ご心配をおかけしてすみません。お主は何者でござる。スクラチナザ・トリニティか。お久しぶりです、白面さん。話したいことはたくさんあるのですが、すみません。私もこの状態をずっと席を外そう。すみません。こんな格好でごめんなさい。私はプラチナザトリニティ。トリニティ？六英雄のトリニティでござるか。私は何を。バングさん、あなたにお話ししなければならないこと。イカルガの地に天上の遺産があります。
天井、殿の遺産だと？それを受け継げるのはおそらくバングさんだけ。どうかイカルガへ向かい、その力をどう使うかを決めてください。拙者がその遺産、力というのは一体どういうものなのでござるか？まさか殿下と何か関係？それはあなた自身の目。トリニティ殿、イカルガに赴けばよいのでござる。はい、承知した。イカルガに戻り、必ずや殿の遺産を受け取ろうぞ。ありがとう。ごめんなさい。お、気がついたでござ。ベタベタ触んな、変態親父！うわ、な。油断も隙もあったもんじゃない。気絶させてどうすんのさ。用件ならもう終わったようだぞ。うわっ、びっくりした。お前、白面なのか。うん、すっげえ本物だ。かっこいい、強そう。ルーナ、ルーナ。え、あっ、これは十兵衛様から白面にあったら渡せって言われてたんだ。渡せばわかるって。もう用はない。え、あ、ちょっと、あれ、今何か。うん、ルナ、いや、しかしあの時は心底驚いたでござるよ。まさかいきなりグーでパンチを食らう。だから悪かった。ルナ、一度くらそしてお主らはこれから十兵衛様のお使いも済んだし家に帰るよ。その家はどこ？旧イカルガ連邦の近くです。おお、イカルガの近くとな。それはちょうどよい。拙者と何かあった時も我らがお守りしますぞ。ねえ、おっちゃんたちと。僕はいいと思うけど、バングさん悪。うん、そうだな。まあ、ついてってやってもいいか。おっちゃんたちといんの楽しそうだし。ではお主は拙者の弟子サン。あ、サンゴ？なんでルナがサンゴなんだよ。っていうか、お前の弟子になった覚えなんて。ルナを子供扱いする。あと、おっちゃんではなく師匠、もしくは。うっさ、バカ、死ね。ハブハー。でも、そこはまずいでござるよ。うっせ、バカ、近寄んな、この変態。もしかしておっちゃんも乗り込んか。何を言うでござる。拙者はボンキュッボーンとライチとの一筋でござるよ。うわー、ルナ殿。ボンパッキパーの思いも。おお、普通のクリア。おっしゃ、外、ネット起きたら狭間やろ。ああ、狭間楽しみやな。